この総会で IOC 会長を退任したフアン・アントニオ様ランチ会長とロシアのウラジミル・プーチン大統領第112次 IOC 総会は2001年7月にロシアのモスクワで開かれた国際オリンピック委員会総会である。この総会では第8大 IOC 会長選挙2008年夏季オリンピックの開催地を決める投票などが行われた。 2008年夏季オリンピックには中国の北京、カナダのトロント、フランスのパリ、トルコのイスタンブール、日本の大阪市が立候補していた。各立候補都市による最終プレゼンテーションが行われた後、IOC 委員による投票が行われ、北京が開催地に選ばれた。1980年から IOC の会長を務めてきた。 フワニアントニオサマ・ランチ会長の人気満了に伴い、第8代 IOC 会長選挙が行われた。過去にセーリングでオリンピック出場歴がある。ヨーロッパオリンピック委員会連合会長や、1998年からは IOC 理事を務めてきた。1986年に IOC 委員就任後、1988年。 ソウルオリンピックの開催に尽力し、2001年までに副会長や理事を12年間務めた。スポンサーのテレビや企業との関係強化など、マーケティング部門に力を注ぎ、IOC の副会長を務めてきた。1991年から1999年まで、理事や副会長を務め、東欧諸国からの支持が集った。唯一の女性候補で、IOC では、 第一副会長を務めてきた。女性スポーツ家や、アメリカメディア、黒人運動家からの声に押され、立候補した。この結果、第8代 IOC 会長には、ベルギーのジャック・ロゲ委員が就任した。21年間会長を務め、人気満了となって退任したフアン・アントニオ様ランチ。第7代会長には、IOC 終身名誉会長の称号が与えられた。 ありがとうございます。